注目、はい、してたあの動画で、選手とかも、この2軍のキャンプの方にいるんですか？あ、いないいない。みんな1軍の方に行ってますね。期待されてるのかな。さあ。こんにちは。もういきなり上がりました。すいません。いきなりなんですね。いきなりなんで。見てないでしょ。いや、見たことあります。見たことじゃないんだよ。ちゃんと先輩の見ててよ。見た方がいいですね。そうだね。分かりました。はい。まあこれから興味持ってくれると思うけど。はい、分かりました。今年37。今年38です。あ、38になるとしか。ここまでできると思ってさ。いや、やっぱ怪我ばっかりだったからね。あ、なかなか、ここまでできると思ってないですよ。でもさ、バッティングと一緒でさ、やっぱしぶといよね。粘ってますね。粘ってるよな。いや、監督が一番評価するところだから。いや、亀井はもうとにかく粘れるし、簡単に終わらないから必要なんだって。いいじゃないよ。あ、本当？監督とそういう話するんだよ。だからあれ外せないんだよねって。外したいのって言ったら、いやいや、まだ力あるから外さないけどって。いや、それ嬉しいですね。ね。でさ、俺ものすごく興味あったのが、敬遠2打席前の打者がされて、3打席もそうなったじゃない、はい、その後もサヨナラホームラン打ったじゃない、はい、あの時の心境ってさ、はい、覚えてるでしょ、やっぱ覚えてます、はい、最初の敬遠は許せるよね、まだ、はい、あ、俺と勝負なんかって、はいはいはい、ん？3回同じことがあったじゃない、はい、あの時どうだったの？まあ、2回目は、まあ次打てばいいやって考えたんですけど、うん、まあ、ちょうど調子も悪かったんですよ、うん、悪かったな。で、まあ三振ですよね、うん、これはまずいなと。でも三振8回から出てるんですよ、しかも8回ぐらいから途中出場で、あの三振があったんですよ。なんか余計責任感じてしまって、もう最後の打席も怒りしかなかったですね、はい、でもお立ち台に上がって泣いたよね。相当たまったよね。たまりましたね。いや、俺もあれ見て泣いたもん。なかなか泣かない。あれはないよな、はい、そうですね、うん、まあ、向こうの監督も伊藤さんやったんですけど、うん、その後怒りに行きましたので、やめてくださいよって。まあそりゃそうだよな。いや、いじめというかさ、屈辱だよね、あの試合が負けてたとしたら、うん、でもしぶといね。いや、中央にはあんまりこういうしぶといバッターっていないんだけどね。上の宮かもしれないですね。そう。わかんないですけど。上の宮なのにしぶといの。しぶといというか、先輩元気だっけ。そうです。めし、くせ者だな。くせ者だな。あ、そういう流れか。そうなんですよ。なるほど、上の宮の血なんだ。大学のラインでは長く。大学のラインはね、結構淡白だから、で、長か半かで行くタイプがもう多いから、はい、打席によっては、うん、とにかく全打席丁寧に行くよね。そうですね、うん、去年に関しては、ね、結構遊び心持ってやったんですよ、うん、いや、それが良かったかもですね。いやー、でもさ、俺練習とかさ普段が見てるけど、取材の時とか丁寧にやってるよ。本当ですか。うん、で、やりだしたら集中してやりたいタイプだよね、はい、話しかけられない雰囲気があるんだもん。集中したいです。それで自分でそういう世界も作ってるでしょ。作る、もう寄るなよみたいな。まあそれはありますね。あるでしょ。話しかけないようはあるかもしれないですね。そう、オーラ全開だもん、うん、いや、挨拶はしてくれるのよ、はい、その後は会話が続かないのよ、バッティングに入ったら。集中してるからですよね。いや、選手によっては打ちながらそうですねとか言ってる選手もいるんだよ。でもことバッティングに入ったら喋らない。聞こえるんですよ。聞こえてる時あるんですけど、うるさいな、うるさいなとは思わないですけど、まあ、無視しとけってな、後で後でみたいな、終わってからでっていう感じになってます。でも終わるって言ったらバッティング終わった後すぐゲージに入るからさ、終わるも何もそしたらすぐ反省とかそういうことに入るから、もう忘れてこうやって結構集中力高いよね。繊細なんですよ。いや、繊細、まあ繊細か。どうですか。繊細っちゃ繊細だな、うん、でも体型とかさ全
然変わってないけど、うん、気にしてんのやっぱ。じゃあ気にはしますね。え、だ、うん、食事制限とかしてすんの？制限というか、まあ、炭水化物抜くぐらいですね、オフは。あ、そうなの。でも今回のもちょっと食っちゃったんで、うん、なかなかちょっと大丈夫か今のところ。大丈夫ですね。まあ、あんまり一緒に飲むと相性良くないんです。いろいろとありましたね。いろいろあったからね、昔。何にもないのになんで出るみたいな。なあ、本当に何もなかったですね。何にもないよな。ね、ああ、いやいや、まあまあそういうこともありながら、はい、まあでも後輩として誇れるね。今年の目標は個人的にはもうないんですよね、なかなか。やっぱベテランになるとさ、数字というよりもチームが優勝したらいいと思うでしょ。そうなんですよ。もうとにかく優勝したい、もうその気持ちしか。目標って急に言われても出てこなくて、個人的な目標が、うん、実際そのずっとスタメン出てきた人間でもないですし、高橋さんの代打も守備固めもやってきた人間なんで、まあ、どこで使ってもらえるかっていうのは分からないわけで、でも自分の中でね、そうやってイメージしてやってきてる人間なんで、うん、まあ、だから個人的にじゃあ3割打ちますとかってなかなか言えないんですよね。でもさ、調整がすごく難しい立場じゃない今の話から聞くと、はい、レギュラーでさ、ずっと出るって分かってるんだったらさ、ある程度のペースって分かってくるじゃない、はい、でも今日は出て明日は出ない、でもし明後日は出るみたいなさ、ピッチャーを想像していくと難しくない？難しいですね。でやっぱりこうずっと代打で出て、うん、まあ代打慣れしてきて打てるようになって、うん、急にじゃあスタメン続けましたとスタメン打てないですよ。そうだよな。スタメン、逆にスタメンずっと出続けてた人間が次代打で回ったら打てないですよ、うん、まあ、全然違くて、その感覚っていうのはもうめちゃくちゃ未だにやっぱり勉強しなきゃいけないなと思います、ね、はい、でも極意みたいなのあんの？自分で決めてることは。あります。スタメンだったらこうしよう、代打だったら、スタメンだったらどうするの？まあ、スタメンだったらやっぱりこうイメージ的には4打席あるんで、まあ、その中でこうピッチャーを探りながら、うん、まあ、状況も見ながら、うん、まあ、例えば積極的に行くとか、うん、まあ、ここはじっくり見るとか、うん、まあ、張り玉だったりとかっていうのは考えますけど、代打っていうのは、動くでしょ、うん、それはなんか秘密にしてんの？いやいや、いいっすよ、別に全然いいんですけど、それは聞きたいわ。もちろんピッチャーはストライクゾーンに投げてくるわけですから、それはいいんですけど、僕の、まあ、得意っていうのは分かんないですけど、もう少々ボールでも打ちに行く、うん、初球から、うん、少々ボールでも芯に当てる、うん、当てに行くっていうのは思ってます、うん、はい、だからもう待たないという、ね、仕掛けていくっていう感じ、はい、背景も何もない、うん、はい、でも裏でさ、バットとか振ってるじゃない、はい、あの時にさ、どういう調整法っていうのがなんかあんの？とにかく動き回ってるとかさ、歩いてくるとか、バット振ってるとか、なんかあんの？動けるとスペースがないので、ないよね、なかなか走ったりはできないんですけど、うん、でもやっぱり一汗をかかないと、うん、体って動かないんで、うん、やっぱりバットを全力で連続で振ったりとか、うん、まあ、とにかく一汗、うん、息止めて振るとか、うん、息止めて振るの？息止めて連続で振ったりとか、うん、とにかくこう汗を、まあ、一時阿部さんと一緒にサウナ入って汗流したこともありましたし、それユニフォームのまんま、試合中に、ユニフォームのまんま、ああそう、まあ、いろいろこう探りながらですよね、サウナ入って、そうやって調整法を見つけてきてるんだ、まあね、お互いこう代打だった時があったんで、その時にまあ一緒にサウナ行って汗かいてみたいな、あ、そう、はい、ユニフォームで入るんだ。そのまま、そのまま。それはいちいち脱いでらんないもんな。スパイクのまま入って、うん、はい、まあ、次の年には禁止って書いてましたけどね。危ないからね。いや、危ないっていうか、うん、やっぱりスパイクのまま入られるとかかなわんからね。そうですか。でも今年一つ年取るし、はい、またサウナに入る、靴脱いで。スパイク脱いで、やっぱあれ一番温まるよね。温まりますね。汗かくし、はい、まあでもやっぱりバット振ってね、汗かくのが一番いいんで、うん、まあ、そっちに持っていこうかなと思ってますけど。なるほどね。まあこうキャンプの目標とかなんかこうあんの？キャンプの目標、そうです、まあ
しっかり下半身使って、まあ、技術練習も含めてやろうかなと思ってますね、はい、とにかく下半身をいじめて、まあ、1回疲れさせてっていう感じには思ってます、ね、でもあのティーバッティング見てたけどあれだよね、しっかり軸に体重乗せてなんかここで一個一個作っていくタイプだよね。そうですね。でもこれを見つけれたのはやっぱもう3年前からなので、ね、これはもう外せないですね、うん、はい、まあ今年も期待してますよ、はい、何を優勝だな。いやもう日本一になりたいですね、はい、去年のさ、いや日本シリーズのちょっとことちょっと聞くけど、はい、やっぱどうだった。いや強かった、それとも自分たちが弱、調子が出なかった。感覚的には負けてなかったんですよ、うん、ただ調子がみんな上がらなかったっていうだけで。なるほどね。絶対普通にみんなやれたら絶対いい勝負になってたと思うし。なるほど。だから悔いが残るっていうのがあるんですよ。まあそうだよね、うん、相手のビジョンも良かったんですけど、うん、やっぱり最初の戦が高橋君、うん、でちょっと崩されたのがあったんで、うん、みんなまあそこでちょっとみんな上がらずっていうとこありましたね。なるほど。強さ的には圧倒的なものは全く感じなかったので。なるほど、はい、だから余計に悔しかったんだよね。そうなんですよ。もうストレスが溜まったっていうね。わかりました。じゃあ今年はそのストレスがないように頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。